なんでそんなこと言うの、なんでそんなこと言うの、あるでしょ、いっぱい寝てしまってた、起こしちゃった、すみません、おはようございますゆっくり休めましたか。先帰ってご飯食べて間に合った、セーフ。何食べたんですか、なべちゃん、のべさん、こんばんは、こんばんは。元気さん頑張って、明日も応援してるよ。ハゲそうってそんなハゲって読んだことないですから、私金子さんのこと。ターボー千万両ありがとうございます。お金ないって言ってからお金くれた、ありがとう。ターボー、なんでも睡眠が足らん、レム睡眠が足らんのじゃん、それもそうと。いや暑かったな、暑かった。ふーちゃんとこで捕まってしか来ました。配信されてたんですか、クレーンゲームしてた TikTok で。え、おしゃれやろこれ、おしゃれやけどちょっとお水入れすぎてちょっと薄いねちょっと薄いんですよ、お水入れすぎて。こんなもんなんかな、 100から150って書いてたんですけど、100から150わからんわこれと思って。適当に入れたらちょっと薄かった白熊さんこんばんは、暑い暑いです、ホットティー飲んでるからかな、超暑い。あ、落ちたティッシュペーパー、まあいいや。100から150年、100にせな薄くなるでさば、決まってる。プラスジャグジーに入る猫、猫ジャグジーに入ってんの、なんておしゃれなの、私も入れさせて。ガオー白熊さん、ヤッホー源氏さん、先ぶりです。今来てくださった方々、よかったら投げていただけると嬉しいです、ギフト。やばない、ちょっとどん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 差が広がっていっているよ、どん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 、やばい、本当にやばい、どんどんやばい、やばいです。あ、素敵な卒業公演でした。おにぎり何味食べたか教えて、トシゆうやくんこんばんは。あ、ぴょんたさんお久しぶりです。何を投げるんでしたっけ、お星様を投げていただいたら1コメント2コメント3コメントを50やっていただいてよろしいでしょうか、お願いいたします。久しぶりじゃない、ぴょんたさん。六個山の千里さんこんばんはです、こんばんは。ね、私の告知のホワイトボードちゃんと見えてる、見えてる、ポーク卵とはみ出すチキンステーキ、え、そう、おにぎり、そう、おにぎり、そんななんか豪華なおにぎりあるん、何それ、めっちゃいいやん、そんな豪華なおにぎり食べようって買いに、いいなあ。あ、はい、ありがとう、多分お疲れスタンプ。ローソン、ローソンに売ってんの、久しぶりからでも下からでも聞きたい、だって。あ、キャッチフレーズはやってないんです、すいません。あ、上からでも下からでも亀田美香です、よろしくお願いします。山本山さん、またルームループすじゃん、マジですか、どんだけループするの、やだわ、ガチエビ中なんですけど、しっかりして、しっかりしなさい。ゆうさんハート100ナイス、ありがとうございます。ローソン行くわ、ターボー、ターボー結婚してありがとう、ありがとうございます、ターボーナイス、めっちゃ嬉しい、本当にありがとう、ご無沙汰してますって。ぴょんたさん元気、おやすみとしくん、ローソン行くわ。みゆちゃんもパパナイス。入浴後スリッパで遊ぶ猫、え、かわいい、スリッパがほんでかわいい、本当にかわいい、本当にかわいい。
電波やばい、全然聞こえてない。変な人形とかやって、これあれらしいですよ、ポボポボ。でも私アハモやねんな、今日1ギガ買いました。1ギガ変顔でめっちゃ止まる。いつも変顔や、何言ってんねん。瀬戸さんお疲れ様です。ユッキーも止まってるんかな。この間ユッキーみんな止まってる時、一人だけ俺だけずっと動いてるけどみたいなね。有料ギフは何投げたらもう何でも嬉しい、何でも嬉しいんです、何でも嬉しいんですけど、あの大きいのを1個ボンっていうよりかは1個下のやつを10個投げてもらえるとちょっとボーナスがつきます。1位の方めっちゃすごい方がいらっしゃるんですよね、知ってる。たまちゃん天使、天使、あ、しんちゃん大阪人なんで、きみさんこんばんは、星休み行ってきありがとう。ぴょんたさん7月29イベント来てください。ゆうさんせーの、だるまさんが転んだ、100個ありがとうございます、ナイスです、ありがたみ。お金いただけたら課金しますって、いただき、あ、送りますお金。じゃたまちゃん、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 マジでたまちゃん、ありがとうございます。ハトさんナイス、ありがとうたまちゃん、マジですごい。ゆうさんハートありがとうございます、マジで本当にありがとうございます。なんか策を練らんとダメですよね。一応あのなんか傾向のところにファンクラブのグループのところに載せていただいてるんですけど、ゆうさんハートありがとう、ケンジさんもハートありがとう。私が興奮すると止まんの、カームダウンしなあかん、送金じゃダメだよ。お知らせ投げたんですが、何を投げるんですか。止まってた。ケンジさんハートありがとうございます。自分が送りたいと思ったやつの1個下を10個送ってもらえれば、例えば1000のギフトを送ってもらえるのであれば、100の100ポイントのギフトを10個送ってもらえるとめちゃめちゃボーナスがつくので、例えばタワーでも1万ポイントのやつボーンよりかは1000ポイントのやつ10個の方がいいらしいです。あ、終了時間のお知らせ書かないと。ケンジさんハート100個ありがとう。ユウさんこんばんは。めっちゃ止まるんですよね、すいません本当に、本当にごめんなさい。ラブナタさんこんばんは。私何もしてないのに、でもねギガ数が私もなくて、 Wi-Fi は一生つけとかなあかんからさ、あの Wi-Fi を取るともっと低速になっちゃうからさ、これは40分からやってるので20分までですね。できた。レグウトさんこんばんは。止まってんのも可愛いって、そんなに止まってるの。プロフ隠れる猫、めっちゃ可愛い、マジで可愛い、目が可愛い、本当に可愛い。そうだね、明後日にはギガ復活なので、はい、とりあえず明日まで、今日は寝る準備お完璧ですか。にゃー、あ、ちなみにね、あのピョンさん、ピョンタさんが言ってあった、7月29行きたいですねって言ってくださってたんですけど、それも7月1日、明日頑張って、明後日ですね、明後日からもう一回一般販売開始なので、チケット一般販売が7月1日から開始なので、7月29よかったら会いに来てください。生誕イベとバーベキューイベ、生誕イベの方は谷川愛理さんが来てくれます、ゲストで愛理さん来てくれるの。バーベキューの方はみんなと一緒にお肉飲んでお酒飲みます。みんなでお酒飲みたいねっていう会。NMB トークイベントは私レイニアさん、ナルさん、ココちゃんです。明日で泊まる道見納めなのかな、だってどうする、明日もめっちゃ泊まってたら。やだ、明日じゃ明後日、実は転職で有給消化中で暇なんです。え、
じゃあもうめっちゃ来てくださいぴょんたさん、ナイスタイミングじゃん。ね、生誕祭の方は梅田です。バーベキューの方は天満です。確かフルコンプリートナイス、ありがとうございますエンチクルさん。どっちも来てくれたらめっちゃ嬉しい。ちなみに NMB トークイベの方は重曹です。この T シャツおでんくんじゃないよ、かわいい。あ、ターボーターボーターボーファレルアップナイス。え、ターボー、え、ターボーマジでマジでターボーナイス、結婚していっぱいナイス。ありがとうございます、せーの、ターボー本当にありがとうございます、プロポーズナイス、ありがとうございます。できますかだって。まあ、後日あの指輪だけいただいて。白玉さんもありがとう、お花ナイス、ありがとうございます。ファンレペアップナイス、ありがとうございます。そう、数なんですよ、10個。10連投すると投げた分の2割がボーナスとしてポイントを加算されるこそうなので、10連投をしていただけたらめっちゃ嬉しいです。3週間とかに取り終えてさ、ありがとうございます。高いの1個よりその下のやつの10個できる方がいいらしいですって。そうなんですよ、だから100ポイントやったら10ポイント10個、1000ポイントやったら100ポイント10個、1万ポイントやったら1000ポイント10個みたいなのがボーナスめっちゃついてお得です。日が変わりました、うん、日が変わりました、日が変わりましたので、皆様トゥデイズボーナスなんだっけ。ボーナスが入っているはず。もらった星10を投げていただけると嬉しいです。デイリースターが10個ゲットできているはずなので、10個投げてください、お願いします。1000より100×10、1200で計算されますとのことですね。全然暑いねんけど、なんで、あ、やば、だからか、さっき聞いて、27度に設定しててんけど激暑やったから26にしようと思って、でも全然暑いなと思ってパッて見たら28になってた。そら暑いわ、間違ったよ、外より暑いんちゃう。トゥデイズボーナスってかっこいいな、出てけえへんかって、デイリーデイリーっていうのが。小学校の算数なら絶対怒られる計算式やなって。小学校から何回も押すんやないのね。お星様はバーッと押しといてもらっていいんですけど、有料ギフトの場合は、10回タップしていただいたら10連になります。うん、10連やったら10回タップ。デイデイ山崎あんま見かけんよね。みーちゃんファンレベップナイス、ありがとうございます。よっ、ありがとう、皆さん優しい、ありがとうございます。ヤマさんこんばんはです、こんばんは。あ、タップ失敗しないようご注意をお願いします。あ、ぴょんたさん、そう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 、音符ありがとうございます、ナイスです。そんな感じ。あとひょっとしたらお星様がなんか勝手に持ってるわみたいな人もいるんですよ、お星様。そういう方は投げていただけたら嬉しい。トクトさんお久しぶり、こんばんは。そんな感じ、ぴょんとさん、おね、あ、夜遅くに皆様お疲れ様です。確かに10連タップ9や8で止まると惜しいですもんね。ぴょんとさん、ぴょんとさんナイス、タコナイス、ありがとうございます。あ、課金してなかったって。で投げてくれてでも嬉しい、ありがとうございます。
ありがとう。投げてる時に固まるとイラッとするって。今も固まりました？大丈夫？今んとこまだセーフ？さっきよりマシ？プロフ甘える猫。え、かわいい。ドアップじゃん。超かわいい。写真撮るのうまいよね。まず写真がうまい。うん。さっき何の話してたっけ。忘れちゃった。あ、絵道側じゃなくて投げてる方がってことか。なるほど、それはイラッとしちゃいますね。確かに私が止まってても投げた分は反映はしますもんね。あ、限界なのよ。千代玉さん、おやすみなさい。明日もトークポートです。お忘れなきよう。トークポートはね、あともうちょっと枠が余ってるのでね、ちょっと減るといいな。ね、ぴょんたさん、ナイスハート、ナイス。30、50も玉ねぎさん、ありがとうございます。マジで忘れてた。危ない危ない、危ない危ない。まだ枠空いてんで、枠空いてんで。白玉さん、明日待ってんで。玉ねぎさん、星様すごい、キラキラキラ、ナイスです、ありがとうございます。明日ちょうど前の会社の有給消化分の給料入るから。そして10日は今の会社の給料、あ、今月はじゃあボーナスみたいなもんなんですか。めっちゃすごいじゃん。玉ねぎさん、お星様、キラキラキラ、いっぱいありがとうございます。ぴょんたさん、ナイス、正解正解、合ってるよ。ナイス、ペンライト、ありがとうございます。山助さん、ファンデベップ、ナイス、ありがとう。うん、ケンジーさん、雑誌とデイリーとカウントが量、ありがとうございます。ぴょんたさん、ジー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 、グッドナイス、バラナイス、ナイス、ありがとうございます。本当にわー嬉しい、めっちゃありがとう本当に。半身前寝てたから2週やって、寝ちゃってましたもんね、言ってたもんね、眠気に負けて。でも2分無駄枠、5分4枠余っております。本当だよ、ぴょんたさん、すごい、本当にありがとう。毎日会いに来てよ。とりあえずイベントで生愛道見に来てください。生ぴょんたさん、ぜひ会わせてください。あ、新車買うって言ってたな、すごいね。了解、ケンジさん、ありがとう、また明日ね。もう全枠参集して、さすが玉ねぎさん、あざっすです、本当にありがとう、助かるわ。今日はほぼもうメイク全然してなくて、当然レベルも上げておきます。お、来るか来るか。ダブネギさん、ラブレターです、ありがとうございます。ジージーナイス、ありがとうございます。フルフルフルエミティーン、やったねって、イエーイ、ありがとうございます。ゆうさん、たまねぎさん、ファンレベップ、ナイス、ありがとうございます。今日は病院行ってたから後ろに枠に参戦。あ、病院お疲れ様でした。うん、あ、あやもちみつどさん、ほぼナイス、ありがとうございます。音符もナイス、ありがとうございます。うん、ポンテさん、ハートナイス、ありがとうございます。トークポート明日楽しみにしてます。私も、あ、来た、みーちゃん、卒業行ってた人がここいて、うん、マジモチさん、お花ナイス、ポンテさん、ジジー、
お誕生日ややんちゅうくれ3歳みかん。私お誕生日は誕生日はあ、ぴょんたさんすごい久しぶりに来てもうエミチーズじゃん、やば、おかえりなさい、ハートナイス、かしもちさん、だるまさんナイス、こじこくんこんばんは。40回目の参戦すごい、え、ぴょんたさんやば、音符もいっぱいありがとうございます。全然小銭じゃない、めっちゃくれるじゃん、ね、あ、すげえ、ありがとうぴょんたさん、神なの、ありがとうございます。うれぴよすごい、ぴょんたさんサイリウムもナイスです、サイリウムもいっちゃナイスです、ありがとうございます、本当にすごい。うわ、全色サイリウム行くんですか、ありがとうございます、フリフリタイガー、タイガー、じゃあじゃあ、ありがとうございます。21歳になった、だってメンバーちゃん、タムネギさんハートナイス、ありがとうございます。ピンピンそう、私はそうなの、7月13日はね教習所、12日は高速なんで泣いてたん、くじこくんのおじちゃん、あ、ツイッターで見たので来てみました、優しい、ツイッター書いてよかった、本当にありがとう、ぴょんたさん、パンクロッカーさんこんばんは、いつでも来てください、2日までなんですよこのイベントが、そう2日までなんです、で明日からぴょんたさん、もうちょっと明後日から生誕バーベキューイベント申し込み一般開始なので、ぴょんたさん待ってるな。でもスタッフさんに公園に誘われてること決めたのに、うんうん、前日に高速教室、明日ちゃんとトークポート中は配信なかった、当たり前やんどうやってやんねん、明日から配信折り返しやって、明日は暇なメンバーで出る番組あるのね、明日の公園に出ると、ほうプロフ起きてました、かわいい、起きてきた、いやー本当に今年も半分いったって早くないですか、もう分かんないよ、早すぎ、あ、番組出ないのマネージャーさんそれをして、それをしたと言ってたんですか、すごいな、それ配信で言っちゃうのすごいな配信でそれ言っちゃうのすごいですね、え、54のおじいちゃんが言っていいんですか、それ以上の人泣いちゃうよそんなこと言ったらそれ以上の方もいるから、ぴょんたさんそんなこと言わないんでね来てください、おじいちゃん大歓迎です、しかも54歳は全然おじいちゃんじゃないよ、イケおじ、トークポート中に捨て星あるんちゃ、それはあるかもしれないです、皆さんが全枠来てくれてたら大変やけど、全枠喋ってるの私だけなんで、合間塗ってしていただけてたら嬉しい、それくらい悔しかったんか、かわいそうやな、トークポート iPhone でショールーム iPad で同時配信、 Wi-Fi 大変そう、そこ Wi-Fi? トークポートは個人やのに、それ配信してもうたらあかんやろ、6月30日明日はですね12時からの配信、そして6時から、そして23時半からの配信となっております、よろしくお願いします。カズさんこんばんは、いきなり泣き出しです、うわーそうなんや、めっちゃ嫌やったやろうな、かわいそうやな、かわいそう、でもねあるあるなんですよねそういうのって、うん、インディージョーンズいいな、マジで見に行きたい、マジで見に行きたい、
インディ・ジョーンズもやし、スパイダーマンもまだ見てない。ブルーの中で番組に出るためにここに出てるのであって、うんうん、ものラジオ配信という意味不な配信とりあえず配信しとかなくちゃみたいな。明日見に行きたかったけどダークボートです、ごめんな。まだ若いもんには負けへんで、ごほ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 してる。でもその若さとかじゃないんでね、そう私 も若さとかじゃないんでって思ってるんで、若さとかじゃないんですよ皆さん。私優先やで、ほんまやで、当たり前やで。みんなリスナーにやってるダービー、ハリソン・フォード80歳、すごいよね本当に。いや本当にすごいですよね。公演出て今回番組罰になったと思うのが悔しいらしいのよ。いやでも公演が一番やから、番組だけじゃないですから、うん、公演が一番ですよね。だからあれ、なんか30分からです、これでやりますので皆さんぜひ見に来てください。イベントなどもお待ちしております。明日はトークポートオンラインお話し会があります。まだこれ申し込んでない方はよかったらツイッターから飛んで申し込んでね。ほんなら皆さんおやすみなさい、ありがとうございました。じゃあね、頑張りましょう。